内堀知事を訪ねたのは、全国新酒鑑評会で金賞を受賞した蔵元の代表など8人です。今年の全国新酒鑑評会では、全国821銘柄が出品され、このうち金賞には県産の新酒17銘柄が選ばれました。金賞受賞数は長野県と同数の全国1位で、福島県は史上初の8連覇を達成しました。今シーズンは新型コロナの感染拡大や気候変動の影響で、酒造りには試練の年と言われた中での受賞に、関係者からは喜びの声が。本当にこの金賞という課題が、ね、超えられなかったんですけど、やはりこの8年連続、日本一になれたということはですね、やはり福島県の酒造りの技術というのが非常に高いということを証明しているんじゃないかと思います。アドバイスを聞きながら、そうやって作ったお酒がこうやって認めていただけること、本当に嬉しく思っております。この報告会は明日も開かれるということです。チーズの方に言っていただければ。